はい、どうもこんにちは、ザザヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日もですね、ちょっと明るめのね、明るめのニュース、こういうご時世なんで明るめのニュースをですね、ちょっとセレクトさせていただきました。福井新聞から、福井県全世帯にマスク購入券全国初ということで、まあこれはですね、昨日の夜だとか、あるいは今日の朝のニュースでもですね、結構ワイドショーかなんかで取り上げられていたんですけれどもね、ただですね、ちょっとまあ僕なりのなんかちょっと見解というかね、マーケティング的な視点だとか、そういったものを合わせてちょっとお話しさせていただきますんで、よかったらご視聴ください。ではですね、本文を読んでいきましょう。新型コロナの影響でマスクが手に入りづらい状況が続く中、福井県が県内全世帯に購入券を配布する方針を固めたことが4月18日分かった。最寄りのドラッグストア元気に購入券を持参すれば、50枚入りの箱、過去これ税込みで2350円を最大2箱購入できる。販売は4月24日販売開始予定で、期間は5月10日まで。県によると、都道府県単位で県民にマスク購入を斡旋するのは全国初。県内の世帯数は約28万9千世帯。近く郵便局を通じて各世帯に購入券を1枚発送する。23日に届き始め、30日までには全世帯に配布される予定。福井県はマスクを販売するフジコンコーポレーション、これは本社が鯖江にあるそうなんですけどね、これらの2社の協力を経て、大人用の不織布マスク約30万箱を確保した。現金に順次納品され、県内64店舗で24日から販売される予定。仮に全世帯が2箱ずつ購入すると、県が現時点で確保している箱数では足りなくなるが、追加で調達するなどして対応する考え。ネット通販などでは、50枚入りのマスクが3000円から5000円程度で販売されている。今回の取り組みは現金の協力で自社の利益は上乗せせずに販売される仕組みとなったため、比較的手頃な価格設定になったと、県幹部は言う。おしまいと。それからですね、もう一つね、ちょっとダブっちゃうんですけども、NHK のニュースウェブ、こちらの方もちょっとご紹介させてください。全国的にマスクが品薄になる中、福井県はマスク50枚入りを2箱まで買うことができる購入券を県内全世帯に配布することにしました。そしてここからがですね、ちょっと大事なんでゆっくり読みますよ。福井県創業経営課の荒木課長は、皆さんが安心してマスクを手に入れられるような仕組みを作りました。在庫も販売期間も十分あるので、販売初日に店に並んだりせず余裕を持って購入してほしいと話していました。おしまいと。はい、まずですね、僕はこれ本当に素直に称賛したいと思います。いや、男っぷりいいと思いましたね。僕が車を走らせてて、常々思ってたことっていうのは、たまにね、こうドラッグストアに行列ができてるんですよ、オープン間近にね。で、まあおそらくはそれはマスクを発売する、それを目当てだと思うんですけども、ただこれ3密になってるじゃないですか。でも行列自体が3密じゃないですか。だからね、まあそのドラッグスター、並んでたドラッグスターもしばらくしてからですね、開店スタート時にはマスクは置きませんというような張り紙をして、その行列は後に解消されていったんですけども、ただ今度はですね、こう日時を言わずにこうゲリラ販売するようになるわけですよね。まあ別にお店がゲリラ販売してるわけではないんですけども、ただですね、今のご時世、やっぱね、SNS がね、流行ってるじゃないですか。だからこう、情報がね、飛び交ってるんでしょうね。もう、あっという間にそのね、販売しますよ、みたいな、その声掛けが出た途端にですね、人がドカドカドカっとね、あちらこちらとやってくるんですよね。だから僕もそこにね、並ぼうとしましたが、まあ、数が限定的ですし、あとね、行列に加わるのは本当にそれが妥当なのかどうかっていう思いから、結局、並んで買うことはしなかったんですけれども、だから、この福井県の試みというのは、行列を作らずに買えるという、この、ただね、一点だけ見ても僕はね、実にすごくいい施策だなというふうに思いました。あともう一つね、ドラッグストアのこの元気さんなんですけども、県内64店舗で利益は上乗せせずに販売と。これまたね、男っぷりというかね、太っ腹がいいじゃないですかね。いや、まあ、仕入れ単価は多分じゃあ2300円とかそれくらいなんでしょうかね。ちょっとね、マスクを作ってるその原材料自体が、ね、なんだか高くなってるので、もう、出荷の時点で相当高くなってるという話は聞いてましたんでね。で、さらに言うと、このね、マスクの供給元というのは、これがまたさっき言ったね、福井県鯖江市にある、フジコンコーポレーションという会社。この会社も県の要請を受けて、まあ、薄利多売で動いているんだろうと思います。そして、この県の施策をやったのが、県の保健課とか、
衛生家じゃなくてですね、創業経営家というね、ササヤン的にはこれちょっと面白いんですよね。面白い。すごく面白いですね。国の例で例えると、厚労省じゃなくて畑違いの経産省が動いた、みたいな話なんですよね。こういう話は本当に実にマーケティング的であって興味がそそられますね。うん、で、ドラッグストアにとっては、マスクで利益が取れなくても、県がこう購入権を全世帯にこう販売してくれるわけでして、だからドラッグストアの現金というのはこの5月の10日までに、まあ、福井県の全世帯がね、入店してくれるかどうかわかりませんけども、もうかなりの数のね、福井県民が店舗に足を運んでくれると。これも最強の反則マーケティングじゃないですかね。で、マスクの供給元のこのフジコンという会社、これは、まあ、福井県の後ろ盾でかなり高めのね、マスクでも、売れ残りを気にせずに仕入れられて、これ中国から仕入れてるみたいなんですけどもね。さらにまあ、創業経営家の上位組織、福井県の産業労働部にもね、貸しを作れると。これはまあ、嫌味で言ってんじゃなくてですね、単純に損して得取れ、商売人かかるべしということなんですよね。誰も損しないんですから、まことね、これでいいんですよ。本当にいいと思うんです、これでね。ただ、福井県を見て、じゃあ俺たちの都は、俺たちの県は一体何をやってんだっていうふうに攻撃的になるのはですね、僕はちょっとね、それやめといた方がいいのかなと思います。笹谷はですね、先ほどの記事の中でちょっとね、一つだけこう違和感を感じた部分があったんですよ。それは、福井県の全世帯数ね、福井新聞によれば、世帯数は28万9千世帯。いやいやいや、これは県庁所在地の福井市の世帯数であって、県内のね、県内全体の世帯はもっと多いだろうと思って、さっき総務省の統計データを確認しに行ったんですよね。そしたら、平成30年1月の時点での数字ですけどもね、福井県全体で29万2千世帯なんですよ。だから、合ってるわけですよね。で、全国のね、世帯数を調べてみたら、この福井県っていうのは、世帯数が少ない県からのトップ3なんですよ。それより少ない県というのは、もうね、あと、鳥取県の23万世帯、それから島根県の同じく29万世帯なんですよね。ちなみに東京だと、板橋区だとか、足立区だとか、江戸川区がそれぞれ、30万世帯ジャストくらいですね。だから福井県の世帯数っていうのは、東京下町のどっかの一区にすっぽり収まっちゃうということなんですよね。だからそう考えると、じゃあ他県がこれに果たして追随できるのか、あるいはそういったプランがあったとして実行できたのかっていうのはですね、ちょっとやっぱ微妙ですよね。まあそういった意味では、福井県のね、このさっき言った垣根を越えた、組織の垣根を越えた柔軟な発想プラス、まあ、割とですね、小さな、行政組織のスケールがあったからこそ、まあ、機動力のある施策が打てたのかな、というふうに思いました。で、あとね、これちょっと話ずれちゃうんだけども、聞いておくんなまし。これは何回も言ってるんだけど、これ前例のないことをですね、実際に動かすっていうのは、めっちゃしんどくて、まあみんなやりたがらないわけですよね。特に行政組織なんてのは。だから、動かそうとしていたんだけれどもっていう人と、実際に動いた人っていうね、あるいは組織でもいいんだけども、こうやって意味合い的には全く違うんで、そこはね、本当にこれ、実行したこと自体が素晴らしいっていうことなんですよね。なんで僕はこんなことをですね、口を酸っぱくして言うのかというと、まあ、前回ね、僕はカズヤさんのね、シントを作ったんだけど、なんか違うような気がするねとかって、あの動画あったでしょ？で、それはおそらくカズヤさんファンかな。もっとよく見てほしいだとか、カズヤは頑張ってるっていうようなコメントがね、あるんですけどもね。で僕はね、あの動画の中で、動かないよりも動く方が100倍マシってね、すごいって言ってるくらいなんで、そこはちょっと勘違いしてほしくないんですよね。別にカズヤさんの賛成と否定していないんでね。多分ね、僕のことをよく知ってるユーザーさん、視聴者さんは、いや、これ全然否定したいよねっていう話なんですけども。分かってくれる人もいるんだけども、まぁ、ちょっとね、なかなかこう、分からずにこう、突っ込んじゃってる人もいらっしゃるということでね。まぁ、それはいいんですけども、仕方がないことなんです。あとね、僕はサッカーの川淵チェアマン、J リーグをこう立ち上げたね、川淵チェアマンが大好きで、あの人の言葉がすごい好きなんですよね。ちょっとね、紹介させてください。仕事というのはできないことにチャレンジをして、できるようにして見せることを言うんだ。そしてね、もう一つね、前例がないという人間は私にはアイデアがないということなんだ。でも、私にはアイデアがありませんと恥ずかしくて言えないから、前例がないという言葉で逃げようとする。はい。僕はこの二つが本当とにかく大好きで、だから今回のね、
福井県の施策も、あるいはその和也さんが参政党を旗揚げしたっていうことも、その川淵ヤマンの言葉に照らせば、全くね、笹谷が否定するはずがないと。ということだけはですね、ちょっとね、お伝えしておきたいなと思います。ということでね、なんか今日ね、何気に熱く語っちゃいましたけどもね。はい。それじゃあね、今日も最後は謎かけで締めたいと思います。目利きの達人とかけまして、福井県鯖江市と解きます。その心は、お目がね、高いね。なんか、鯖江市が作ってるメガネって高級品だからすげえ高そうな感じがするんだけども、地元のショップで買うとどれくらいするんですかね？やっぱ国産高級品なんで安くはないよね。笹谷もほら、メガネをね、いつもかけてるんで、一度鯖江のメガネショップなんか行ってみたいなとは思っているんですけどもね。まあ、ちょ、一体いつになることやらね、福井に行くにはね、まあ、そんな感じもしますけども、本日も面白かったよって方はチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。